3月17日火曜日のデイリーニュース、今日も生放送でお送りしています。続いての話題です。14日土曜日、 JR 山手線京浜東北線の新しい駅、高輪ゲートウェイ駅が開業しました。 JR 高輪ゲートウェイ駅は品川駅と田町駅の間に位置し、山手線としては昭和46年開業の西日暮里駅以来30番目の新駅となりました。14日は始発前から鉄道ファンや家族連れなどおよそ350人が並び、駅のシャッターが開くのを待ち構えました。あんまり山手線の新しい駅とかっていうのがなかなかないなと思って、まあ一応この瞬間を見とこうかなと思って、歴史的瞬間を立ち会うためにわざわざここまで、で品川から歩いてみたけど20分ほどしかかかりませんでしたね。ちなみに私は2時10分にここ来ました。午前4時15分に正面のシャッターがオープン。並んでいた人たちからは歓声が上がり、ゆっくりと改札の中に入りました。そして午前4時35分、山手線内回りの一番列車が到着すると、待っていた人たちからはおめでとうと歓声が上がりました。ハッピーゲートウェイ。一番列車は中村孝駅長が合図すると、長い警笛を鳴らし、田町に向かって帝国通りに出発しました。駅を訪れた人は切符を買ったり写真を撮ったりして開業の記念を残していました。6枚ほどこういう感じの入場券を買ってきました。斬新ですよね、ゲートウェイって。ゲートウェイみたいな感じだったんですけど、だんだんなんかいいんじゃないかなって思ってきて、そういうのもなんかこの駅の魅力なのかなって思います。僕の場合音鉄だから音取ったりとか、こっちの IC レコーダー録音してっていう形ですね。彼スタンプをしたいっていう人なので、スタンプを押したりとか、こういう切符で記念としてこの切符もらえますかっていうところの向こうにもしてもらえるんです。と友達に会いに東京来たんですけど、偶然ゲートウェイの駅が開くっていうので一緒に見に来ました。江南口を使ってる身としては、もうちょっと品川駅の利用者数が高輪ゲートウェイができたおかげで減ってくれたらいいなとは思ってます。もっと未来に近づいたらって思いました。近くに駅ができるのは人生で初めてなので結構嬉しいです。高輪ゲートウェイ最寄りの駅です、はい。今日もう買うの狙ってましたね。3月14日が入ればいいなと思って。乗り換えなしで会社まで行けるんでありがたいです、はい。夜が明け午前9時ごろには6000人もの人が集まりました。切符を求める人はどんどん増え、昼前にはなんと150分待ちに。折り紙をモチーフにした障子を連想させる大屋根、開放感あふれる吹き抜け、これまでの駅とは一味違う斬新なデザインに鉄道ファンのみならず大勢の人がカメラを構えていました。木造とうまく組み合わさっていて魅力的だと思います。新しい駅はどうですか？楽しいです。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により予定されていたイベントなどは開催されませんでしたが、
案内ロボットや AI による駅案内サイネージといった最新設備を試す人の姿も多く見られました。今までは品川とかにされてますか？品川ですね。お家から歩いて近くなりました？駅は近くなりますね、まあ、結構盛り上げてもらえたら商業施設とかできたらいいなって思ってます。今家が芝浦側なんですけど、芝浦からの動線がちょっとまだいまいちなので今後に期待してます。こちら新しい、商業施設なんかもできて街が活気づかと思います。そういった点ではいかがでしょうか？そうですね、そこもまあこれからできるみたいなんですけれども、まあ、5年後10年後楽しみにしてます。2024年頃には駅周辺にオフィスや商業施設、住宅が入る超高層ビルも誕生し、本格的な街開きとなる予定です。港区の武井正明区長は13日、駅の開業について、この地域はかつて江戸の玄関口でした。高輪ゲートウェイ駅を中心ににぎわいのある魅力的な国際交流拠点として発展することを期待していますとコメントを発表しました。はい、私も高輪ゲートウェイ駅行ってきたんですが、ガラス張りの窓から太陽の光が差し込んでとっても明るい駅だなと感じました。この駅を中心にどんな街ができるんでしょうか。楽しみですね。